こんにちは、マッピーほとのえりなです。今日は嬉しいご報告についてお話ししていこうと思います。実はフォトショップについての本、独学フォトショップ楽しく基本が身につくガイドブックを奨励者さんから9月21日に出版することになりました。もうずっとフォトショップの本を作ることが目標であり夢だったので、もう本当に嬉しいです。まあ、これも皆さんが私たちの動画を見てくださったり、いいねやコメントをしてくださったり、シェアしてくださったおかげです。本当にありがとうございます。で、今まだこの紙の状態で本はまだ出来上がっていないのですが、表紙はこのような仕上がりになりました。で、この本のコンセプトは、初心者がフォトショップを挫折せずに独学で学ぶ、でフォトショップを一から学びたい人の手助けになるような本になっています。フォトショップを使って写真の困ったを解決したい、デザイナーになりたい、副業でフォトショップを使ってバナーを作りたいという方にぜひ手に取っていただけたら嬉しいです。で、Amazon ではもう予約が開始されているので、この動画の下にあるもっと見るというところをクリックして URL からぜひ飛んで予約していただけたら嬉しいです。で、今回はそんな私たちが書いた独学フォトショップの内容について見ていこうと思います。ではまず、どういう方向けの本なのかを見ていきます。独学フォトショップは、フォトショップ初心者で独学で学びたい方向けの本として、一から体系的に学べるように書きました。フォトショップ初心者の方や、ちょっと学んだけど基礎が不安で学び直したい方が気軽に始められるような一冊になっています。で、YouTube では再生リストはあるものの、学ぶ順番に動画が並んでいるわけではありません。どれから学んでいいかわからないというお声もいただくので、この本ではフォトショップに写真を取り込むところからフォトショップを使う方法まで順番に解説しました。で、最初のページから進めていくと、一つずつ基本から学ぶことができます。また、普段私たちの YouTube を見て基本は分かったけどすぐにパッと見直したいという方にも、まあ、静かな仕事場だったりでパッと開けたりして見直しやすいかなと思います。で、私自身フォトショップを始めたきっかけは、ライトルームで編集していたけどライトルームではできないキラキラ感を出したりする写真が作りたかったからでした。ですが、そもそもフォトショップはできることが多すぎて難しいし、何から始めればいいかわからないしで一度挫折しています。なので、昔から本を出す時が来たら絶対にわかりやすく、学びやすく、面白い本にしたいと思っていました。で、表紙のイラストからもすでに楽しそうな感じになっていると思いますが、ここにいるちびたちとちびエリナがおしゃべりしながら島を冒険してフォトショップを学んでいくというテーマで、ワクワクしながら読み進められるかなと思います。これも私たちがイメージする以上の冒険の地図を描いてくださったイラストレーターの奥西さん、そして動画にも出てくる私たちのイラストと本文の挿絵を描いてくれたお友達の千秋ちゃんのおかげです。で、まあ、ある程度フォトショップは自分で使えるけど、この本が自分のレベルに合っているかわからないという方は、この後に本の内容も見ていくので、そちらで決めてみてください。では次に本の内容を見ていきます。 Amazon で予約するという方は実際中身が見れないと思うので、ここではこの本はどんな内容なのかを見ていきます。本の中身としては全296ページで、大きく2つのパートに分かれています。前半は基礎を学んでいくパート、そして後半は基礎を活かして自分でフォトショップを使っていく実践編のパートです。やっぱり基礎をインプットしても実際アウトプットしていかないと、どこがどうなっているのか分かりにくいし面白くないかなと思ったので、今回はこの2パートに分けてみました。で、あとこの後半では自分で手を動かして作るのですが、この本自体はフォトショップのレシピ本のようなアイデア集ではないので注意してください。数値を入れて完成というよりかは、基礎を身につけて自分が想像したものを作るにはどの機能を使えばいいかというのを根拠を持って使えるようになることを目指しました。で、この機能をどういう理由で使うか分かれば、皆さんがこれから作りたいものを頭で想像したり、仕事場でこういうデザインのものを作ってと言われたらすぐに作れるようになるはずです。ではまず前半を見ていきます。前半ではフォトショップで一番大事な3つの力を手に入れて基礎を身につけていきます。その3つの力がレイヤー、ツール、フィルターです。
で、私自身フォトショップで何か作ろうとした時にどういう風に考えて手を動かしているかなと思ったら、この3つをいつも考えてるなと思ったんです。で、さらに考えていった結果、この3つが分かれば大抵何でも作れるじゃんと思い立って、3つだけを学べば OK という風にしました。で、イラストでもレイヤーの島、ツールの島、フィルターの島と分かれていて、この3つの島を順番に回っていきます。そして回れたら、次は後半パートのフォトグラファーとデザイナーの島のゴールに向かって進んでいきます。次は本の後半です。この本の後半では、先ほども言った通りフォトグラファーとデザイナーの島に行って、実際フォトショップで手を動かしていきます。で、フォトグラファー編では主に写真を使った編集、そしてデザイナー編では文字なども入れたデザインをする練習をしていきます。で、前半の3つの力を学んだだけだと単独で理解しただけなので、その3つの力を応用して使えるように、ここは練習問題感覚で実際3つの力を組み合わせて1つの作品を作っていくのが目標です。ここはまず自分でどうやって3つの力を使って作品を作るか考えてから、ぜひ答え合わせのように進めてみるといいかなと思います。では次に、この本の特典です。せっかくこの本を買ってくださる方のために、特典として購入者様専用ページを作成しました。本には紙面の関係で書ききれなかったことや、動画、また YouTube 動画を学習しやすいように並べたページも作りました。ぜひ本と一緒にこのページを活用してみてください。で、ここまで聞くとガチガチの教科書みたいな本に聞こえるかもしれないのですが、私自身勉強はあまり好きではなかったので、イラストをたくさん入れてみたり、会話で話が進んでいたり、写真だけで見ても分かるようにしているので、まあ、結構ラフに読み進められるかなと思います。間にコラムなども入れて息抜きをできるようにしているので、まあ、一休憩がてら私たちの比較的どうでもいい話も見てみてください。では次に、本を作ることになったきっかけと裏側を話していこうと思います。私たちの YouTube は2020年から始めていて、夢は本を書くことと2人でよく語っていましたが、あの頃は全然動画も見られず登録者もいない状態だったので、もう夢のまた夢という感じでした。で、あの時から見てくださっている方なら知っていると思いますが、まあ、私の喋り方もふにゃふにゃしていたので、今見るととてつもなく恥ずかしいのですが、あの頃から見てくださってる方、そして登録してくださっている方、もう本当にありがとうございます。で、2021年のトーンカーブの動画がきっかけで、ありがたいことに一気に広まり、登録者さんもガッと増えました。で、その動画が障害者の編集者さんの目に留まって、今回の出版の話をいただきました。なので、本を作り始めたのが実は1年以上前の2021年4月なんです。で、まずとにかく分かりやすく眠くならない本にすることを目標に構成を考えたのですが、これは割とスッと決まりました。で、その後の文章も無我夢中で書き出したものの、写真集めに難航して、レイアウトが自分たちが考える分かりやすさにこだわったものになかなかならず、年初には編集者さんにもう出版しない方がいいのではないかというくらい、本当に本を出すことは諦めかけました。ですが、そこで仕切り直しが入って、今年2月には私たちもなんとか気持ちを持ち直して再スタートを切りました。まあ、わがままな著者だったと思いますが、分かりやすく楽しいものにしたいという思いに付き合ってくださった編集者の本田さん、そしてデザイン会社のリブロワークスさんにはもう感謝しかありません。で、そこからは怒涛の毎日で、去年の段階で半分以上原稿はできていたにもかかわらず、一から見直して書き直して、写真集めをして、スクリーンショットを撮って、それを切り取って、レイアウトしてというのをやっていったら、もう気づいたら8月になっていました。で、この執筆の間も本は出さないんですか？など多くの方に質問をいただいていたのですが、発売1ヶ月くらい前にならないと言ってはいけないということだったので、すごく言いたかったのですが、なかなか言えませんでした。で、こんな感じで本当に全力を尽くしてこの本を書き上げました。で、実は今も最終チェック中なので、完成したというわけではないのですが、この動画が上がる頃には完成しているはずです。はい、今回は
はい、今回は私たちの初出版本、独学フォトショップ楽しく基本が身につくガイドブックについてシェアしてきました。もう本当にここまで来るのが大変だったので、まだ紙状態の表紙を見るだけでも結構うるうるしてきます。まあこれも最初にも言った通り、いつも YouTube を見てくださっている皆さんのおかげの出版です。改めて本当にありがとうございます。フォトショップを今から始める人、パッと見返せるように手元に置いておきたい人、そして周りにフォトショップを始めようとしている人がいたら、ぜひこの本も教えていただけたら嬉しいです。でデザイン本がある本屋さんも少ないので、もし本屋さんにないという方はぜひ Amazon で購入していただけたらと思います。もう応援として買うよという人ももしいらっしゃったら本当に嬉しいです。フォトショップの本初出版やったねと思った人はいいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。障害者さん、動画が障害者の編集者さん、障害者の編集者さん。